アロハー。ハワイ初めてのレンタカー旅は朝7時からたっぷり楽しみます。カピオラニ公園での朝食から始まり、有名な緑のスタバ、そして透き通るカイルアビーチへ。ハレイワでは絶品ガーリックシュリンプを味わい、最後はハワイ出雲大社でパワーチャージ。行きたい場所を詰め込んだ11時間の旅、ぜひ一緒に楽しんでください。アロハー。アロハー。オープンと同時にアロハ来ました。アロハカフェ、今日の朝ごはんです。です。6時半オープンです。オープンと同時に並びましたって言ったっけ。言ったと思う。ホロホロ行きます。朝ごはんはこっちで。はい。なんかある？うまい。あ、スパムおにぎりあるよ。スパムおにぎり。朝ごはん。こう。買いました。またレンタカーに行きます。レンタカー待ってます。今日はレンタカーで公園でご飯食べます。まーす。左方向です。公園に着きました。疲れた。まだ4分です。めっちゃ疲れた。今から長いよ。やばいよ。ほんまに。こんなだ。穴場なの。調べてたら土日とかはすごいけど、平日は人少なめって書いてた。人おらん。少ないどころかゼロやん。少なめやな。やば。ゼロや。いい写真撮ります。はい。ミユのしたいことリストのカレピニア公園でダイヤモンドヘッドを見ながら朝食を食べる。カピオラニ公園で。カピオラニ公園です。くるっと回してみてください。ほらダイヤモンドヘッド、朝日見えるかな。見えるかな。めちゃくちゃいい感じです。人も誰もいません、うん、よかったです。次どこでしたっけ。忘れた。ね。さよなら。美味しいご飯でした。カピロレニで朝食を。カピオラニ。カピオラニ公園。じゃあ行こう。行ける？うん。車に戻ります。はい。運転頑張ってね。おーよ。これがミユの愛車です。かっこいいですね。オープンカーだよ。オープンカーだよ。そっち助手席です。じゃあ
うん。かっこいい。かっこいいよ。何頼んだんですか、それは。なんかメロン。これがメロン。スイカ？でもウォーターメロンじゃなかったよ。そっか、メロンか。トラのメロンだった。うん。これトロピカル。なんか色逆なんよな、想像の。逆やな、スイカの方。トロピカル。嘘？そっち、スイカじゃない、これメロンね。あ、メロンか。で、こっちトロピカルシトラスみたいな。あ、トロピカル。両方トロピカル。メロン感はない。味オンチじゃないよ。同じ味。なんかちょっとちゃうって感じやな。うん。甘いのとちょっと甘くないの。次の目的地。次の目的地に行きましょう。行きましょう。どこ行くんですか。カイルアビーチ。Yes。イエーイ。Let's go。Let's go。ここはどんなとこなんですか？綺麗らしい。僕もその情報しか知らない。土日はめっちゃ混むらしい。あ、そうなん。でも今日は火曜日です。空いてるらしい。らしい。駐車場も無料で歩いて行けるらしい。でもこの道で合っとるかもわからんらしい。らしい。見えてきましたね。うん、めっちゃ綺麗かも。今日もここでいいんじゃね、終わらして。ほんまやなぐらい気に。食べ物でも買ってきてよかったな。うん。はい、到着。波やばいわ。波強いわ。入ってる人はだいぶ少なめで。でも綺麗。綺麗。確かにめっちゃ綺麗。すごいね。みんな波に抗っとる。頑張って突き進んでる。すごいよな。おビーチからハレイワノースシュアに向けて1時間ぐらい運転中です。またこの辺そうじゃない。またハレイワ、ハレイワって感じ。いろいろありそう。はい、ハレイワ到着。ちょっとお散歩しながら食べ物探したいと思います。いいランチがあればな。いいランチがあればいいよね。もうお腹すいた。うん。ワクワク。いろいろあるね。シルバーム。お、シルバーム服屋さん。うん。また。ここじゃん。そうは。ここいいんじゃない。ここにしましょうか。あのベーコンは。ベーコンワッフル。あれ、ちょうど何もないよ。おいしい？いいね。
っぱい貝が並んでる。なんかもっと食べたいけど、あ、シュリンプはシュリンプ。シュリンプ行こうか。いいよな。うん。いよいよガーリックの。そう、芸能人がいっぱい来てました。バターガーリック注文してくれました。待ってます。うん、来ましたバターガーリック。はい。はい。めっちゃいい感じやな。いい感じ。どうぞ食してください。食レポ期待。どう？おいしい、うん、めっちゃお腹いっぱいになりましたわ。終了。おいしかった。おいしかったな、うん、プリプリだった。ほんまプリプリだった。さあ、どんどん行きます。はい、レッツゴーゴー。この辺も店が続いてます。いろんな店がある。ご飯も食べると、うん、うん、服結構あるし、子供用の服とかも結構売ってたり楽しいと思う。服が多いな、ほんまは。うん、服と雑貨。そうやな、うん、このハンバーガー屋さん、父さんが好きなところです。わざわざ YouTube で言わんでスヌーピーのアロハバージョンの、ハワイ限定のスヌーピー結構あったけど、いい感じだったな。うん、いい感じでした。松本シェーバーズに行きたいけど、遠くから来たら行列すぎて、ちょっと今回は諦めるかも。うん、大行列。ああ、ほんまや。今回は諦めます。諦めましょう。アラモアナ行こうと思ったけど、その前にハワイの出雲大社行きます。行きます。あと2分です。イエーイ、御朱印帳買いたい。買ってください。イエーイ。ジャンプなんか立派な感じ。うん、なんか日本におる感じ。すごいな。鳴らすやつある？ないわ。これが鐘、鐘楼です。鐘楼です。ちゃんと英語書いてある。で、ティッシュちゃんと。いろいろとなんかちょっと違うかも。わ、すごいハワイアン。いいサングラスしてんね。お芋が栽培されています。ご身長。よし、ご身長。マラソンとかある？あ、ハワイマラソン、あ、ホノルルマラソンか。出雲大社のご身長もらいました。デザインがハワイっぽい感じでいい感じです。中はおはい、アロハ、ハワイ、出雲大社で、今日の日付です。ここです。ちっちゃい、ちっちゃい。ガソリン、レギュラー入れたいです。マスターしたいです、5番です。どうぞ、マスターにして戻ってきてください。はい、ありがとうございます。
おー、ここは一緒。おはようございます。おはようございます。終わった、終わった、すごっ。イエティ、イエティ、どう？しっかりしてるな。No。 ああ、これじゃない、大人用。ただ洗うのがむずいかも。いや。かわいい。ちょっと入ってみようか。帰りましょう。時間がないので撤収です。ダサい瞬間。今回はスターレンタカーでオープンカーを借りました。ホテルまでの配車と回収があって、日本語も通じて便利でした。料金は1日237ドル、日本円で約36,000円です。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。